栃木県は温泉源泉数が関東1位、温泉湧出量は関東2位、さらに多くの著名な温泉地がある、まさに温泉天国です。今回の栃木の魅力では、栃木県の温泉地をいくつかご紹介しましょう。鬼怒川川治温泉郷は江戸時代に発見された温泉です。鬼怒川の流れに沿って多くの旅館やホテルが立ち並び、関東屈指の温泉地です。ここは自然に囲まれた鬼怒川公園岩風呂です。無色透明な温泉で、泉質は柔らかなアルカリ性の単純泉。昔より怪我は川地、やけどは鬼怒川と言われ、切り傷、皮膚病、神経痛などに効能があると言われています。周辺一帯は日光国立公園に指定され、鬼怒川渓谷の雄大な景色を楽しめます。散策やトレッキング、そして渓谷美を間近で眺めるライン下り、他にも多くの観光施設があり、鬼怒川川治は温泉リゾート地です。次は奥日光まで足を伸ばしましょう。日光開山の祖勝道上人が発見したと伝わる1200年の歴史ある古湯、日光湯元温泉郷です。湯の平らでは源泉から湯が湧き出ているのが見られます。エメラルドグリーン色の湯は空気に触れることにより乳白色に変わっていきます。休暇村日光湯元は源泉かけ流しの良質の温泉が自慢です。泉質は硫化水素型硫黄泉。ここではお風呂に咲く花、湯の花を見ることができます。効能は神経痛、筋肉痛などありますが、中でもメタケイ酸が多く含まれることから、美肌効果があり、美人の湯としても知られています。ここ日光湯元は国内で91カ所指定されている国民保養温泉地の一つです。日光を代表とする男体山と中禅寺湖、華厳の滝や戦場ヶ原、湯の湖、湯滝など、日光湯元温泉郷では静寂で雄大な自然が迎えてくれます。那須連山の西側、静かな山あいにある板村温泉郷はおよそ1000年前に発見されたと言われ、昔から下野の薬湯と呼ばれています。そしてこの板村温泉も国民保養温泉地に指定されており、その効能の高さを求めて全国から多くの方が訪れます。ここは健康の湯、グリーングリーン。かつて板室ではたくさんの人が入浴できるよう綱につかまり、立ったまま入浴していました。そんな昔ながらの入浴法を味わうことができます。泉質は無色透明なアルカリ性単純泉。効能は特に神経痛や関節痛など万能の効果が挙げられています。豊富な成分で体の芯から温まり、
杖いらずの湯と言われるほどです。古くから湯治場として知られる板室温泉郷は、周辺地域を含めておよそ20軒の宿泊施設があり、収容人員は1300人を超え、長期滞在での療養や保養ができます。木造の情緒ある旅館が残っており、湯治場の雰囲気を感じることができます。いかがでしたでしょうか。他にも文豪たちが愛した塩原温泉郷や、平家伝説の残る湯西川川又温泉郷、那須温泉郷など、栃木県には魅力ある温泉地が数多くあります。温泉地には気軽に入れる足湯などもあります。また紹介した温泉地以外でも、県内各地に公営の温泉施設もあり、日帰りで温泉を楽しむこともできます。栃木の温泉は四季折々に違った表情を見せてくれます。ぜひ栃木の温泉にお越しください。